はい。皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋孝子です。本日のテーマは、集客できる見せ方のコツは、写真も文章もホームページも基本は一緒というお話、ということについてお伝えしていきたいと思います。えっ、ー、と、今日ですね、たまたまあの、写真講座、まあ、レタッチの講座なんですけれども、えー、そちらの方がね、えー、いつも ご一緒にお仕事をさせていただいている佐藤明先生、フェリカスピコの佐藤明先生と、まあ、あの、講座をね、やっているのが一つあるんですけど、そちらの方の講座で写真の講座があったんですよ。で、その時に、写真を撮る時の考え方とか、写真をどの方向性で撮っていきたいのかっていうことについてはですね、実は写真も文章もホームページも、向かうべき方向性とやるべきことは一緒だと。 いうふうに今日改めて実感をしたのでそのお話を今日はお伝えしていきたいと思いますはいではね本題に入りたいと思います、えー、写真も文章もホームページも基本は一緒っていうところを私が感じた基本ってどこなんだっていうお話を先にお伝えするとですね基本の部分の根底が、えー、コンセプトですはいコンセプト写真も 文章ももホーームページも一緒ですコンセプトありきになります。じゃあどういう方向性でコンセプトが今の、ね、3つのことについて活用できるのかっていうのを具体的にお伝えしていきたいんですけれども、あのー、コンセプトっていうその前にじゃあコンセプト何なのかっていう話なんですけど、まあ、例えばあなたがね何か教室をやっているとします。でそののの教室が誰のための まあどんな教室であるのかっていうことをまあ伝える概念ですね、まあ、これがコンセプトになるんですけれどもこれちょっとインターネット集客とかそういうものをかじったことがある人ならもう絶対に毎回毎回聞かれる話なんですよコンセプトってであとはペルソナですかあのどういう人に来てもらいたいかとかねこのあたり絶対に聞かれるんですよでみんななんとなく分かってる風なんですよはい もう一度言いますよ。わかってる風なんですよ。なぜ私が風って言うのかっていうと、あの実際にじゃあコンセプトね、決まってるという人がいたとして、じゃあそのコンセプト教えてくださいっていうと、まあ、あの、ご本人はもちろんね、知らないなりきに一生懸命考えている答えなんだと思うんですけれども、どこかから取ってきたような言葉をちょっと組み合わせて、 で、なんとなく、それっぽく聞こえるように組み立ててるコンセプトって山ほどあって、で、そういうコンセプトってどうなっちゃうかっていうと、集客できないんですよ。なぜならば、誰でも一緒だからです。<laughs> 私が聞いても、なんか、あの、本当ごめんなさいなんですけど、聞き飽きたなっていうタイプのコンセプトが多いんですよ。あ例えば、パンとかで言うと、家族のため、笑顔、 健康安全とかね、まあ、この辺りが多いですよやっぱりでそれはそれで全然構わないんですけれどもその健康とか安全とかっていうところはうーん確かに欲しがる人いるかもしれないんですけどみんながパンにそれを求めてるわけじゃないじゃないですかで私のパン教室自分でやってましたけれども私のパン教室のコンセプトは プレゼントしたくなるパンを作るっていうことなんですよ。で、プレゼントしくなるパンという結局おしゃれなパンで、もらったとき嬉しいじゃないですか。パン屋さんに売ってないパンとか。で、そのパンを、まあ、ヘルシーな状態の天然工房で作っていくっていうのを打ち出したコンセプトだったんで、まあ、マニアな人に好まれる教室だったんですけどね。その上で、健康とか安全とかっていう言葉は私全然使ってないんですね。はい。 でも、あの、その当然コンセプトがいいと思ってくださる方、えー、手骨じゃないっていうことも歌ってます。あ機械ごね要は中級者以上の方が機械ごねってよく上手に使えることができるので、もう人間ありきで講座が作られていてで、その講座の最大限の魅力が伝わるように言葉を作り、写真を撮っているんですよ。だから、このコンセプト自体が、 弱かったり、あなたじゃない人でもできちゃうものだったり、えー、来てほしい人を強烈に想像しているような内容ではない、いい言葉ではない、わかりやすい言葉ではないとなると当然集客できないんですよ。で、まあこれがね、まずコンセプトとか、まあ誰に何をってよく言われているけど、手よく作ってもダメですっていうことです。自分の過去とか 自分がどういうことができるのかっていうことも盛り込んで、そのコンセプトを見たら、唯一あなただけですよねと特定できるぐらいのところまで本当は作りたいんですよ。でまずこれがね、第一なんですよ。で、その後です。じゃあ写真、えー、っと、今日の講座の内容って、 一段上のの講座の内容なんです。リビング企業アカデミーのアドバンスっていう内容でワードプレスを、ね、作っていきましょうっていう講座なので1段上の講座になるんですけれどもそうすると扱うものが例えば写真を撮るだけじゃなくて撮った写真をよりよく見せるためにどう加工するのかという話が中心になっていたりするんです。ね。そ、まあ、そもそも論で言うと、 えー、あんまり加工しなくて済むようないい写真撮りましょうよねっていうのがその前に実はあったりする話なんですが、まあ、加工っていうお話でこれ勘違いしている方とかが多いんですけど、まあ、写真も文章もホームページも全部全般なんですけどあの皆さんねその操作そのものをすごい覚えようとします例えばフォトショップで加工っていうと まあ、そういったこうアイコン使ってこういう操作でこうやればこう色が変わりますよとかそういうのを教えてもらって操作そのものもは、まあ、練習したりすすればどうにかなるんですよ。だけれどもここで残念なのがその操作と例えば、えー、画像をいじった画像はあなたが呼びたいお客様の意思好みに合わせた内容になってるかどうかがものすごく問題でここを無視して皆さんね 操作を覚えるんですよそうするとどういうことが起こるかっていうとまず一つ目はいくら時間があっても加工が終わらないっていうような沼にはまるケースですねはいこれは操作そのものに自分がフォーカスしてしまってそれを見て人が来るっていうことにフォーカスしてないと沼ですもういじり始めたら写真なんてだからどの基準でその写真を 加工して、どの基準で終わりとするのか、良しとするのかっていうのが決まってないと、写真加工しても意味がないんですよ。へ下手するとですね、自分のお客様に好まれないようなス,テスタンス、えー、テイストの写真を作ってしまうことにもなり得るんですよ。うん。だから、あのー、今日聞いてて思ったのが、いや操作はみんなね、覚えたらいいと思うんですよ。だけど、何のためにその加工をして、 誰にどういう気持ちになってほしくってその加工をするのかっていう方向性をちゃんと見極めてほしいんですね。はい。私も写真は撮ります。教えてますし。二十何年二十四年くらいになるのか。結構長い間撮ってるんですよ。で、趣味でサクサクと簡単に撮るっていうレベルだと、そんなにその見る対象の人とか、 関係ないっていうか私が撮りたいように撮っていいんで撮ってますけど私が、えー、サイトに載せると決めて撮る場合には見た人にどういう感情を持ってもらいたいのかどういう写真同じパンの写真でもですよどういうパンの写真ならあここ習いたいと思ってもらえるのかって考えながら撮っていたんです昔ももちろん今でもそうですそうなると例えばパン一つ撮っても うん割と私のパン教室は単価が高かったので、えー、ちょっとスタイリッシュ感、ラグジュアリー感、素敵な感じみたいなのが表現できるようにっていう立ち位置から取っていました。だから加工を仮にししたとしても うん例えば、そうだな、パンがすごくフェミニンな感じ、可愛いっていう感じに加工することもできるし、カチッとかっこよく、ちょっと暗めで影がバシッと入ってっていう加工もできるんですね。もちろん撮るときにはそれを気をつけて撮っています。で結局、その方向性を決めるのって、加工っていくらでもできちゃうんですよ。でも方向性を決めるのは、その先生本人なんですよ。だから、そのコンセプトに沿った写真であり、 かつ、それは、見てくれる人にとって、嬉しいと思えるような写真じゃないと、ダメなんですよ。うん。なので、写真一つ撮っても、まずそうなんですね。で、文章も全く一緒なんですよ。あのー、ただ自分がね、好きなように書く文章って意味がなくて、その文章を書くことによって、いいなって思ってもらって、人が来るっていう、まあ、いわゆる集客に向く文章。 っていう文章は結局誰にどんな感情を持ってほしいのかっていうことで写真とセットで同じようなことを考えなきゃいけないんですよ。だから文章のテクニックって言ってキャッチコピーのテクニックとかえと文章を書いていくテクニックってあるんです。あるんだけどコンセプトがないのに文章を書いたら心に刺さる文章にならないんですよ。ターゲットって言われている人にね。 だから文章の方向性は誰にどんな感情を抱いてほしいのかってここわかってないとダメなんですよ文章もねでそれの集大成がホームページなんですよ文章もあって写真もあって全ての方向が整っている状態でホームページっていうのができていく集大成になっていくのでここも結局ですね自分がグラグラしたりその時のノリとか気分で写真撮ったり文章を書いたりしてると ホームページって整わないんですよ。一貫性があってテイストも揃ってて写真のクオリティもだいたい一緒で文章も、えー、各ページを見ても破綻してなく分かりやすい文章それは申し込む予定の人にとって分かりやすい文章なんです。だから私が私のクライアントさんの文章とか写真とかホームページを添削するときって そのクライアントさんがどんな人を呼びたいかに合わせて添削をするので、私の好みとかそういう問題じゃないんですよ。はい。だから、まあ、正直言って、私、めちゃくちゃ可愛いとかね、フェミニンなタイプのテイストは自分の中にないので、それを添削したり、場合によっては、こういうものだよって見本を見せるために写真を撮ることもあるんですけど、得意か苦手かと言われれば苦手です。どっちかっていうと。好きなのはスタイリッシュモダンとかが好きですからね、もともと。 だけれども、それは見せる相手に対してどういうふうに見せたいのかによって写真も変われば文章も変わるのでそこにあなたらしさとか個性とかが絶対に入ってこないとダメなんですよ。これなくしてじゃあなんかキャッチコピーの,、ね、あのこういうのがあったからそれをちょっとちゃちゃっとやりましたとか写真もこういう加工ができるからやりましたというんだと本末転倒なんですよ。 結局何のためにそれを頑張ってるかって集客したいいい先生だと思ってもらいたいっていうことでやってるんだとするとそれがきちんと表現できるような状態にしなくてはいけないんですよだから基本は一緒だって言ってますあ誰に何を伝えたいのかっていうそこに全部沿って写真も文章も書かれるべきなんですよはいなのでここを勘違いして一生懸命スキルをね身につける頑張るとか あの小手先の技術を一生懸命磨く方いるんですけど大元の大元が合ってない限りそれ以上うまく発展しようがないんですよだから単なる写真単なる文章って学んでもいいホームページができないっていうのはそういうことです、はい、ですので必ずコンセプトに沿った写真を撮るコンセプトに沿った文章を撮るっていうそういう視点を持っていただきたいなというのが今回のお話のまとめですはいということであのまとめに入っていきたいと思います 集客できる見せ方のコツ、写真も文章もホームページも基本は一緒というお話については、コンセプトが大切ですというのが答えです。誰に何を、どんな感情を抱いてほしいのか、そこを中心に写真も文章もホームページも整えていっていただければというふうに思っております。それでは。